よーい、スタート。監督の音です。僕がよく使う言葉に村社会ルールというのがあります。村、横に出るんでね、村社会ルールで、これはこう、まあ、そういうなんか、なんていうかな、正当なこうなんかそういう用語とかではなく、まあほぼ僕が作ったような言葉なんですけれども、ただ、聞けばね、意味は皆さんなんとなくお分かりになると思います。そう、村社会のルールっていうのが、あるで、これがね、僕はあの日本という国を考える上でのキーワードであり、日本と日本人が持つ、大きな、なんていうかな、マイナス原因になってると思うんですね。あれこれ考えていくとね、結局そこに行き着くという、そういう言葉だと思うんです。じゃあその村社会ルールって何なんだっていうと、日本が まだまだ、昔々その昔で、鉄道もバスもない時代、江戸時代とかもっと前でもいいです。多分その頃の時代ってこう 村になってて、こう山の中のこう小さな村とかいうのがあって、で、そこにこう、侍が統治していて、お百姓さんがいてみたいな、時代だったと思うんですね。でそういう時っていうのは簡単にその村から出ていくことはできないし、電車もバスもないし、でまた例えば江戸時代であればそういう人別抄とかでもう土地に縛り付けてしまって、でそういう簡単に引っ越したり出て行ったりということができないような、システムを確立してましたし、何よりも交通の不便ね、そんな道路や高速道路があるわけじゃないので、やっぱり出ていけない。でその村の中で、農業をしながら暮らしていく人がほとんどだった。でそんな中でやっぱり必要なことっていうのは、その村の中で生きていかなきゃいけないんですよ。でもその村の中にはね、絶対嫌なやつもいるんですよ。意地悪なやつとかずるいやつとか。でもその中で協力し合って、生きていかなきゃいけない。例えば田植えの時とか稲刈りの時とか、なんか災害があった時とか、天候不良の時とか、やっぱりいろんな多くの人の力を借りて田んぼや畑を守ったり作業したりしなきゃいけないから、嫌なやつとも付き合っとかなきゃいけないし、みんなと仲良くしなきゃいけないっていうことがあったはずなんですよね。だからそうしていくと、つまりみんなと仲良くするにはどうするかって言ったら、意見の違う人とかも出てきた時にぶつかってしまう。でそういう時にじゃあどうしてこうなんていうかな、その解決していけばいいかって言ったら、新しいことをしないことなんですよね。昔ながらのもずっとおじいちゃん、お父さん、おじいちゃん、ひいおじいちゃんからこう引き継いできているようなやり方をする、農作業にしても、観光総裁にしても、で同時に目立ったことをしない、今までと違うことをしない、同時に、ね、目立ったことをしない、目立ったことをするとあいつ何なんだとかっていうことになってしまう。でこれってね、今でも田舎行くとそうで、派手な格好をして衣装っていうのはあれだな、派手なファッションをしているとかいうだけでね、結構あいつ何なんだっていうふうなことになってしまったりするっていうね。なんか僕のこの現代ですよ、現代の話で、知り合いでも僕いつもね赤い靴下履いてるんです。ちょっとお見せできないですけど、赤い靴下履いてる、ちょっと自分の決め事としてね、靴下はみんな赤って決めてるんですけど、でそれをこう、ある肩着の友人が見た時にね、監督は赤い靴下とかね、うちの村だったらもうそれだけでね、もう話題になるしね、あれこれ言われますよって言って、この時代にっていう、すごい山奥のこう彼は、田舎出身の人なんで、ですけど、そんなことあるのっていう風な。で、似たようなこと僕もあって、結構前ですけど、破れたジーパン、破れたというか、膝のところが破れてっていうジーパン、今それってもある種ファッションですよね、もうこの5年、10年どころかもっと前から、ヴィンテージものがあったりするぐらいの。でそういう僕の場合は本当に破れてるだけでおしゃれではないんですけど、でもそういうの履いてたら若い人たちは監督おしゃれですねとかでね、若いねとかって言ってくれるので、破れたジーパンそのまま履いているだけなんですけれども、でもそれを若い人はそうやって喜んでくれるんですけど、年上の人たちはね、あの監督失礼だね、田舎行くと失礼だね、破れたジーパン履いて人のうち訪ねるかっていうふうに言うんですよ。
つまり、まあ戦後、まあその人たちが育った戦後っていうのはやっぱり貧しい時代だった。だからそれこそ本当に破れたズボンとか履いてたんだけど、だんだん日本が、高度経済社会になってきて、そう破れたものや汚いものを着たりしているっていうのは恥ずかしいことだ。新しい製品をやはり身につけることが、大事なんだっていう時代になってきて。で、まあそれが今度超えてきたところで、今度破れた、こう汚れたジーパンがかっこいいんだってことになってきてるんだけど、その前の価値観なんですよね、おじさんたち、そのおじさんたちっていうのは。だから、破れたジーパンは、汚いとか、みすぼらしいってだけではなく、それを履いてくるのは失礼だって発想になるんですよね。っていうふうに、まあそれでまたぶつかったんですけれども、っていうふうに、つまり過去、と、昔からやってることと違うことをすると、なんだかんだでこう言われてしまうし、揉める。だから今みたいに、だからこの今の時代でもそうなんですよ。破れたジーパンに赤い靴下だけで、あれこれ言って揉めて、お前な失礼だろうとか、全然そんなつもりがなくてもっていう。それがまあ、さっきのお話のようにずっと昔々その昔であれば、ちょっと違うことするだけでも、なんだあいつって揉めてしまう。そうした時に、やはり、そういう変わったこと違うことをした人間がやっぱりいけないんだっていうふうに見られる。やっぱり年上の人たちから言われるから。だからそれをしない、だから目立たない、昔からのことをする、でみんなと笑顔で、嫌なことがあっても喧嘩しない、何しない、揉めない、あそうですか、いやいやとかって言って、もう表面的な付き合い方をするっていう。でそういうことをする、そのまあ今言ったのがルールが村社会ルールのある一部だと思うんですよね。でさらにじゃあそういうルールを守らない人たちをどうするかって言ったら、今言ったようにバッシングする、村八部にする、なんだろうな、批判して仲間外れでしょうか、とにかくそういうのを排除しようとする。で排除されるとこうまたね、稲刈りの時や田んぼの時や、稲子の大群がやってきた時とかに助けてもらえないから、あそういうことはやめようという。でそういうことをなんか縛ってしまうのが、その僕は村社会ルールっていうふうに名前を付けてるんですけれども、で決してねそういう紙に書かれていて、はいこれ村社会ルールです、ね、皆さん守ってくださいってないんですよ。でこれ本当不思議なのは、そういう法律にあるわけでもない、で村のそういう規則にあるわけでもない、誰かがこうね寺子屋や学校で教えるわけでもないのに、みんなそれをこう空気や、習慣や経験や人生の中で学んでいて、無意識のうちにそれを守ろうとするんですよ。でそういうルールをが、まあ、多少変わってきたとしても、ずっとその昔々その昔からずっと現代に至るまで引き継がれている。それがさっき言った破れたジーパンである赤い靴下だと思うんですよ。でもう少し言えば、これも以前お話しましたけれども、僕が高校時代に将来は映画監督になるって言った時に、もういろんな人っていうか、ほぼ全て親、教師、友達、親戚、同級生みんなが反対しましたね。できるわけがない、無理だ、才能あるのか、世の中甘くないぞ、みたいな方でやって言って、でなんでって、なんか迷惑 かけることになる、迷惑かけましたかっていう、みんなで叩き潰してやめさせようとするっていう。でそれ何かって言ったら、さっきのこれも村社会ルールをみんながもう染み込んでいて、新しいことをする、つまり他の人と違ったことをする人間があると、もう無意識にっていうか、もう条件反射のようにみんなで叩いて潰そうとするという反映じゃないかと思うんです。ですからこの話を別個のトピックで話した時ありましたけど、これアメリカで同じこと言って、僕は将来アウナビアムービーディレクターってその英語のクラスで言った時に、もう先生もアメリカ人もみんな、そうかグレイト、グッドって言ってくれて、You can do that って言って、つまりお前ならできるよとかって言ってくれて、応援してくれ、こうすごくね認めてくれたのは、日本で言うと全く反対っていう。これ何かって言って、やっぱアメリカっていうのはね、移民の国であり、あちこちからやってきた人たちがそこでアメリカンドリームを使おうって頑張るっていう、だから国自体に何かをする人間を応援するっていう、やっぱりスピリッツ、そういう土地柄、国民性があるんですよ。
で日本っていうのはさっき言ったようにずっと昔々その昔からこの小さな枠の中でみんなで仲良くやっていかなきゃいけないっていうのがあって、もうそれが染みついていて、それが現代も引き継がれているので、何か新しいことを言うとみんなで潰すっていうのは、その誰かが新しいことをこれ昔のね、その昔々その昔であればすることで、なんか真似をするやつが出てきたりとか、それが調和を乱したりとかすることで、その村で揉め事が起こっていくから、とにかく変わったことや違うことをするとみんなで潰してしまおうっていう、もうそういう習慣、国民性が出来上がってるんですよね。だからそれが未だに引き継がれているので、みんなそんな風にして反対するっていうね。だからね、まあ少しずつやっぱ変わってくるんですよ。例えばこれが、さっき言ったね、その友人の田舎とかも山奥の方行くとやっぱそういうのが強いですけど、まあ、都会で言うと、別に近所、ご近所と付き合って仲良くする必要ないっていうか、ご近所、隣のアパート、隣の部屋、誰が住んでるかわからないみたいな状況で、で、会ったらまあ、あ、おはようございますって言うけど、ね、詳しく聞いたりしないし、何者が何人住んでるかも知らないみたいになってくる。だから、無理に仲良くする必要はない。だから都会の方がなんかこう人が冷たくてとかね、言ってなんかこう孤独死しててもわからないしって言うけど、でもこれ田舎だったらもう近所の人が、例えば、あ、お宅の息子さん、いや、ね、大学どこ行ったんですかとか、就職はどこですかとか、うるさく聞いてきたりするじゃないですか。で、僕なんかもその親戚のおじさんに将来何になるんだとかね、うるさいお前に関係ねえだろうとかって子供心に思ってたんですけれども、で、そこで、まあそれこそね、将来映画監督になりますとかって言ったら、お前な、世の中甘くないんだよとかって、もうまた絶対説教になったはずなんですよ。ところが都会でいるとそんなことをごちゃごちゃ言う人たちいない。近所の人にね、将来大学どこ行こうが、将来何の仕事しようが、いや、なんであんたに言わなきゃいけないのって。で、言ったら、聞いてきて言ったら、あ、そんなの頑張ってねえだなと思うから、そっからさ、世の中甘くないわね。いや、そんなんできるわけねえだろうとかって言い出す、ね、近所のおばちゃんたちみたいな。田舎ってやっぱ未だにそういうとこありますよね。それ考えてみたら、都会はやっぱそういうのはね、ない。まあ、住宅街でっていうと、まあ、多少あるかもしれないけど、まあまあ、新しい住宅、に住む友人に聞いてみると、やっぱりそういうことは言われなかったっていうんでね。だからまあ変わってはきてるんですけれども、まあ、小さな村の社会の中で、村社会の中でっていうのがあったように、日本という島国でやっぱり限られた中で、やはり生まれ育ってきたら、やっぱりどうしてもやっぱり自然その中でやっていかなきゃいけないので、村社会ルールっていうのが生まれてきて、都会で育ったとしてもやっぱりどこかそれがやっぱ染みついていたりで、ね、知らないうちにそれを学んでいると思うんですよね。で、そういったなんか閉鎖的な、頑張るものをみんなで潰す、新しいことをみんなでこうやめさせようとするっていう体質、国民性っていうのが、日本っていう国をね、今、経済大国からもう、ずっと落ちてしまって、いろんな国、アジアの国に抜かれていき、つまり新しいことができないわけですからね、みんなで潰してるわけだから、というふうな背景にあるんじゃないのかなと思うんですよね。はい、またこんな話します。